こんにちは、クマネスキー場パトラ隊長の武藤拓郎です。今回の動画はですね、明日滋賀高原スキー学校の、スキーのね、1、2級がありまして、これからその1級で使われる、不整地小回りの斜面があるんですけど、そちらをちょっと私が、いつものね TB1000V400 に乗ってこれからアセットしていきますので、そちらの様子をご覧ください。それではね、明日1級で使われるこちらが熊野の第一ゲレンデなんですけど、それのモーグルバーンですね。で、今これで見てもらうと分かるように、上の方がまあ急で、まあ、緩斜になるんですけど、1級で使うのはそのちょっと緩斜緩いとこだけですので、今ちょっとね荒れてて、コブ作るにもちょっとシャドウが足りなくて滑りづらいので、一回圧雪かけてから、ガンガン滑ってコブを作るっていう感じにしてます。で、今回はですね、その一番上までじゃなくて緩やかなとこだけ圧雪かけるので、これから、バックで上がって、仕上げていきます。こんな感じでね、まあちょっとね思ったよりも上がんなかったんですけど、まあそこか、あの上がったとこからもうちょっと上は多少シャドウがあるので、コブも作りやすいので、まあこんなもんでいいかなと思います。これでだいたい 1,2,3 ラインぐらいね、できればいいかなという感じでございます。それではじゃあ明日のコブ作りの私にどうぞ。はい、どうも。ですね、明日のね、午前中が1級の事前講習で、その間にコブ作ろうと思ったんですけど、今日土曜日で熊野はナイター営業やってて、でリフトスタッフの子たちがね、あのコブ作り、ナイターで手伝ってくれるって言うんで、じゃあナイターであのみんなで力を合わせて作っちゃいたいと思いますんで、これからやっていきます。で、今こんな感じですね。まあ 1A コースで、これから作るのはこっちのモーグルバーンでね、私もうちょっと上まで入れればすごい良かったんだけど、なんせ普段全然圧雪入れないとこなんで、雪柔らかくてここまでしか上がりませんでしたね。まあまあ OK でしょう。これからここをね、できれば3連目指して作っていきたいと思います。それでモーグルバーンなんですけど、一番上からね行くとね、急なとこですごい難しいので、ちょうどね真ん中から来れるので、1級も低いとこからスタートになりますんでね、そっからやっていきます。はい、では今日はこのメンバーで、あともう一人加わる予定なんですけどね、このメンバーでガンガンやっていきたいと思います。よし、じゃあ行きましょう。おい、
さあこの荒れ地をコブにしていきますよ。これから荒れ地、荒れ地検定なんだね、もしかして。そうなんですよ、明日検定ですよ。検定だ。ここが不整地小回りの検定会場ということでね、うん、はい、できれば3レーン行きたいところでございますじゃあまずはみんなで、まあ私先頭行くんでハの字で同じところをハの字してきてもらって、じゃあ行きます。よっ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 、いいね、オッケー。これをガンガン繰り返します。はい、じゃあここでコブ作りのワンポイントアドバイスということで、実はですね、向こうに黄緑色のズボンを履いている方以外はコブは滑れない方たちということでということで、ここでコブ作りのね、まあ基本としては今ハの字でずらしてきてるんだけど、なるべくズルドンというかね、このコブの裏の雪を削って、この山に雪を乗せる。で、NG な例はターンしちゃうとなかなかここのコブの裏の雪がそこに集まんないから、まあ今 NG のパターンやるとこうやってターンしてきちゃうとなかなかこう集まんないと。こっからスキー板をずらしてずるずる雪を落として山に集めるって感じ。こんな感じでやってきてみて。ずるずる溜める、ずるずる溜める。こうやってターンしてきちゃうとたまらなくてできないから、ずるずるとずるずるとターンするとたまらない、ずるずると。そう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 、はい。では次からはですね、コブ滑れる班は足揃えてガンガン、掘っていって、でまあ今練習中の人はハの字で、今はこのハの字で作ってコブの裏とか平らだから全然できるんだけど、どんどんここからえぐれてくるとハの字でやっていくのも大変になってくるから、その状況でもハの字でいけるように頑張ってくださいさっきのみたいにターンしちゃうとえぐれてきたら滑れなくなっちゃうから、さっきのズルズルドンを全部ちゃんとできるように、はい、やっていきましょう。よし、体調と同じようなラインで目の前に当てる。あんな。よし、じゃあまたもう一つで、これで結構コブが成長してきて、でこのコブの中にハの字で行くときに両足コブの中入れるとおかしなことになっちゃう。だからもう削ってる外足だけコブの中入れるっていうイメージ。こっちの足はもうコブの中入れない。外足だけコブの中に入れて削る。ちょっと足だけ手の中に入れて蹴る。OK。
って結構です。両足で言うとすると板がたわんでめちゃめちゃ滑りづらいと。よし、じゃあそのまま下まで行っちゃって、いい、はい、ざっとね2時間ぐらい滑って今こんな感じ、だいぶ検定ができるレベルになりました。皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました、お付き合い。それではじゃあ明日の検定の様子に、ういはい、検定日になりました。昨日のね夜ナイターでここを作って、でそのバーンがねしっかりとこの検定日に残ってくれました。でまあコブ作りとね、いろいろとやってるとやってたら尺が結構長引いたので、受験者のね滑りっていうのまた別の、やつでね上げたいと思いますんで、今回の動画はここで終わりということでね、ぜひとも、1級2級熊の湯のね受験者の滑りっていう動画もお楽しみにお願いいたします。それでは。